さあ 3AW タッグ次期挑戦者チーム決定トーナメント、いよいよゴングが打ち鳴らされました。瀬山さん、はい、まあ注目はやはりこの長代里村組が、はい、決勝戦で明日加藤組と戦うことになるのかどうかというのがね、まあ本的にはそれを一番見たいでしょうし、はい、まあ、お互いにねそれを望んでますから、はい、まあしかしそういった機運が高まると面白くないのは他のチームということになりますよね、はい、特にこの1回戦はブラディと上松が、おーっとビクトリ投げからの膝十字を見舞っていく、珍しいですね、はい、さあこのブラディと上松としても、あ外では偉いあこれリング一周しましたね、はい、さあそしてフォローに入っていく上松。ブラディ選手は久々の外野参戦ですが、はい、参戦になります。まあ、正直言ってね、その9月15日を前にして、はい、9月15日 の横浜を前にして、はい、ちょっとフェードアウトしちゃった感じは否めなかったですから、そうですね、ファンとしても最近見ないなぐらいの雰囲気になって、はい、まあ、今彼女はちょっと JD のね、まあ、事実上のエースっていうか GD の、 まあ、所属団体のね、はい、マットを牽引してる立場ですから、まあ、なかなか、うん、ガイアにも来れなかったという事情もあったんでしょうけれどもね、はい、あと、まあ、こうやってね久々にガイアン出た時に、はい、やっぱあんまみっともないことやっちゃうと、いやこれ団体を背負って立つエースですから、うん、背負って立つし、まあ、団体内で何言ってもあんた所詮外出たらダメじゃんよっていうのではね、うん、ちょっと困りますから、当人もまあ並々ならぬ、決意でね、決意はあると思いますよ、はい、まあ、もちろんこの上松との相性もいいですから、はい、まあ、元はといえば、ね、アスカお墨付きのタッグですよこれは、おっと膝をあてがっていった、そう、うまい連携を見せていく、やっぱ連携だと思うんですよこのコンビはね、ウェイトないですからね、はい、2人で、おっと今スクリュー、ドラゴンスクリューなのかね、ドラゴンスクリュー気味でしたね、はい、さあ里村が飛ぶんでしょうか、ちょっと前を取ってるぞ、おっと里村が、おお、あルチャサッポーのフェイントですよ、珍しいですねこれは、珍しいですね、ちょっとなんか回転がもう少し速いとかっこいいんですけどね、はあ、まあ成田初めてのことでございますから、ね、ルチャっぽくはなかったですけども、でもこうして考えると里村選手ってやってないことすごいいっぱいあるんですよね、いわゆる場外のダイブ攻撃ってやったことないでしょ多分、あそうですね、そうするとこのフェイントをやったということはひょっとしたら次は飛ぶぞっていう何か布石があるのかもしれませんね、やったことないからやって湧くんですよ ねさあ、おっとこれはうまく逆に、おお回転しているボートしていく、ブランクはありますけどいいコンビネーション見せてますね、はい、おブリッジで返した里村、まあ、しかし里村長代としてはこれはもちろんこのトーナメント1回戦、はい、トーナメントでもこれ負けるわけにはいかないんですけども、これガイア正規軍の正規軍というかあのクラッシュ2000チームクラッシュのですね、はい、あのこれある種里村長代タッグというのはこれもう次の世代次の時代を担わなければいけないタッグですからね、負けるわけにはいかないですよ ね、 すね、これ団体としても、さあ、さあ、おっとやっぱこの技ニールキック、あ女子プロレス随一随一ですね、他に使う選手もいないんですけど、もうこれ長代選手の先輩特許的なところあるでしょう、一大芸みたいなもんです ね、 ね、何人かの選手が、まあ、ちょっと使ってた時期もあったんですけど、やっぱこの人が、おさあブラディ X ですごい盛り上がりを見せたこの後楽園ホール、理由は私知ってるんですけどね、須山さん、これでもテレビをご覧の皆さんはブラディ X でなぜこんなに盛り上がるんだろうっていうのはちょっと不思議に思うかもしれません、これはね、説明するとかなり話が長くなってしまうんでまあこの日のちょっと朝にね、はい、いろいろトークショーでね、トークショーでね、はい、実は、アスカ選手からねブラディ X 聞くんだよって話を聞いた長代選手が、はい、まあ、この試合に臨んでるわけですけれども、絶対食わないって言ってたんですけどやっぱり食いましたね、はい、さあでもこれ、おお、ダイビング戦闘、まあ戦闘は相変わらず見事ですよ ね、 ですね、そういやブラディ選手長谷選手との絡み初めてですよねこれが、えあそうですか、はあ、チームクラッシュとして入ってますから、ああそうですかね、あ意外といえば意外ですが、ほとんど上松選手とのタッグであのいわゆるベテランの選手とやってましたから、はい、なるほどね、長谷選手とは初めてですねこれは、あそうしますとこれはブラディとしても長谷のねハートにこれは一石を投じる、一石を投じるいいチャンスですよ、まあ彼女自身もね、おお
強引に蹴飛ばしてきました。まあ、この年代には割と珍しくあのクラッシュにすごいまあ思い入れがある。さあどうだ、やっとブラディ選手なんで、なかなか感無量のものあるんじゃないですか実は。なるほど、あの意外と里村あたりはね、あの知らない、定義自体を知らないなんていう、そういう人結構いますからね。いますもんね。さあそういう意味ではブラディもちろん団体の看板を背負っているという一面もありますけれども、個人的にもこれは大事にしたい試合と、ね、いうことになりますか。さあニュートラルコーナー、おっと、あ飛びつき、なだれ式の、あ腕しぎはカットに入る、あ長代が珍しくフォローに入ったと思ったら見事な連携でしたかね、これね。 あれこれ、えカットに行こうとした上松選手を捕まえたわけですね。ああこれはやはりこのあたり体格差はいかんともしがたいか、本当なのに赤子のようにひねり落としたって感じですよね。やっぱパワーではね、あの上松選手とブラディ選手のチームは絶対に、まあこれまずね、あの勝てませんから、やはりチームワークで翻弄していくとですねいう格好になりますかね。長代選手とあの、はい、里村選手のチームというのは意外とあんまりチームワークというかコンビネーションで勝負のチームじゃないですからね。 あえて長代はカットとかに行かないシーンってのは多いですよね。さあ上松が間合いを取って、はい、おっと膝をいったんですが、おおこれはうまい、デスバレーをさらに回転で返していくブリッジ、あこれはうまい、はあブリッジをひねって逆にエビに、ま、ね、丸めるという、こういう切り返しはここ最近里村選手意図的にちょっと封印してた部分があるんですけど、あなるほど、いやあの里村のやはり研究熱心さというのが見えますよね、はい、ああいった技にはね。さあ おっとこれ長谷選手が最近ここ1年ぐらいで使うようになった技ですけど、ね、はい、これ何と言ったらいいんでしょうね。ファルコアローのような形なんですけれども、ファルコアローのようなジャックハマーのようなジャックですね。さあさあランニングスリーですか、これ勝負に出ますか。あしかしブラディここはもちろんカットに入るが、里村にはエルボーをかましていく。さあしかし難攻不落だ、長代がおーっとこれはうまい、投げっぱなし気味にジャーマンを放っていく、はい、ただちょっとウエイト差があるためかね、はい、あの投げ切れなかったですね、横に落とした感じになりましたね。ダブルリストアームを狙うがこれも体重差がある。ブラディはあの先ほどのあれでブラディ X じゃないですけれども、はい、長代にはやっぱ関節とかですねそういった技が意外に効くかもしれませんけどね。ですね、で長代選手今肩が悪いですから、はい、あのかなり先ほどのブラディ X は効いていたようですけれども、あの技は結局こう、自分の体重をこう最大限に使う技なんで、はい、体格差があっても結構効くんですよね。さあアッパーカットですか、おーっ と, おーっとしかもフックですかね、フックですね、張り手ですかね。さあもう一発、お上松が上松の前にひざまずく長代、はい、さあどうでしょう、なんとしてもこの技にはこだわっていきたい上松、しかしカウント1ですかね今ね。さあ上松やっぱ1、長代に2の3でかけた時はあんなもんですね。なるほど、さあもう一発いく、今度はどうか、数入る、おっと 2.67 ぐらいまでいきましたよ、ね、さあもう一発、さあ計算でいくと今度は3発いくぞ、ここあしかしやはり元祖ですね、やはりね電光石火、あっという間に切り返す長代、まあ、体重差というのはあるんですけど、やはりキレがありましたね、今長代の技にはね、はい、さあ上松必殺技を逆に返されてちょっと苦しい体勢になっているですね。あこれは僕フェイントだと思いますよ里村の、はい、なるほど、まあ、デスバレーもかなり研究されてますので、はい、特にこの育成同士の同期同士の戦いになるとほとんど今の見事に入りましたね、一発じゃ決まらないんですが、さあこれはどうか、カウント 2.8、 この辺あのここ半年ぐらいですね、はい、やっぱりあの里村選手と上松選手自体の絡みがほとんどないですから、はい、お互いの技かなり効くはずなんですよ、受け慣れてないので、なるほど、おーっとさあ今のも、おー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 、里村も強引な展開でさあ顔面を蹴っていく、
お、さあ里村長代が連携、あちょっと自爆しそうな雰囲気はありましたが、はあ、一瞬後には見事な、見事でした今のは、はい、あーあ、そしてデスバレーもろに決まった、これはダメか、バンジキューしたか、おっと、あれブラディ選手、今ブラディが跳ね飛ばしたんですか、長代ドロップキックかなんかやったんじゃないですか、ね、ドロップキックですかね、さあこれは里村がチャンスなのか、しかしバックを取る、お誤爆多いですねこのコンビは、そうかこのコンビの資格は あのさあ危ないでしょこれ、バックワークをやらないはおろか誤爆をするということ、おーっとこれ勝ってかないと入ってましたよ、ね、はあ里村かなり今のドラゴンは脳天にずしりとおそらく記憶が飛んでいるのか、明らかに自分では返していませんでしたですね、さあ里村がピンチに陥っているが、しかし上松もかなりのダメージを負っている、里村あのタイミングでオーバーヘッドを打てるのか、ああクルスフィックは、これは墓穴を掘ってしまったか、デスバレーのスリーカウント地獄、これ上松選手も今65キロぐらいあると思うんですけど、はい、軽々と肩で担ぎ直しましたね、ポーンと持ち上げ、ね、飛ばしましたもんね、なんかお米の10キロ袋ぐらいはよいしょと抱えるような感じでしたね、いやそれにしてもまあ終わってみれば順当勝ちという格好になってしまうんでしょうけれども、はい、僕的にはね予想以上に、はい、あの上松選手とブラディ選手前線しましたね、そうですね、あわやというシーンが何度かありました、まあ、またブラディ選手ちょっと間を置いてまたね、そうですね、はい、ガイアのマットに見てみたいですね、まあでもこの試合でまた JD に帰って一つ得るものあったんじゃないですか、でしょうね、自信ついたんじゃないですか、私はメジャーでもやっぱきっちりこうやって通用するんだと、なるほどね、はい、さあそのあたりの充実感が何か顔ににじみ出ているような表情にも見えました、さあゆっちがっちりと両者が握手、さあ長谷もねブラディのことを認めたんでしょう、でしょうね、おそらくあのブラディ X がかなり効いたんじゃないかというふうに私は思いますけれどもね、さあしかしながらトーナメントの方は長代里村口組が1回戦を突破、これによってくじ引きのシードのデビル薫組、うーんこれもなかなか難敵ですね、これがね次の山場ということになりますが、後、はい、楽園ホール次の後楽園ホールで戦うことになります、さあ長代里村決勝まで足を駒を進めることができるんでしょうか。